関東大学アメリカンフットボールリーグ戦一部リーグトップ8は第6節です。立教大学ラッシャーズ対日本体育大学トライアンファントライオンの試合、フットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長松方達也、そして解説には元日本代表ランニングバック高田洋一さんにお越しいただいています。高田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さすがにこうだいぶ冷え込んできました。今日のアミノバイタルフィード、もう11月も半ばですからね。はい、そして今日もなかなか風の強い風が吹いています。本当そうですよね。先ほどちょっと1時間前ともうだいぶ環境が変わりましたね。はい、そうですね、だいぶ風が強くなってきています。画面左奥から右手前方向、北風が強く吹いています。アミノバイタルフィールドです。ベンチ手前側、白のジャージが立教大学ラッシャーズ、奥のベンチ、ブルーのジャージが日本体育大学トライアンファントライオン。ここまでどちらも、ね、1勝4敗という成績でこの第6節を迎えることとなっています。立教大学が前節やっと初白星という形になりました。そうですね、立教はまあ最初上位3チームに完敗したんですけどね、はい、まあ、4節の KO にあわや逆転のフィールドゴールが決まる逆転というゲームをちょっと逃して、はい、ですけどね、まあ、第5節の雨の中のゲームで、まあ、ランプレーが好調な明治に対してですね、はい、3ターンのオーバーを奪い、はい、まあ、7点差の勝利で今調子は上がっているチームですよね。はい、対します日本体育大学は第2節ですか、慶応義塾大学に勝利してという、はい、その後勝ち星なしという形で来ています。そうですね、まあ、上位チームからの対戦となった、まあ、5試合ですけどね、はい、まあ、慶応相手に1勝を挙げているだけでですね、はい、まあ、前節中央戦、まあ、雨の中のもう苦しい展開でもやっぱりランプレーでまあ87ヤード、はい、でパスプレーでの獲得7ヤードっていう結果で、まあ、惨敗した0敗になったわけですけどね。そうですね、なんか、まあ、あの雨の中という苦しんだというのはありますが、小林君の、ね、パスの威力も相当落ちましたからね。はい、そうですね、まあ、その小林のパスを含めて、まあ、今日の試合、まあ、風は強いですがね、雨ということはないと思いますが、今日の試合どういう試合になるか注目していきたいと思います。フィールドコイントスが行われまして、立教が後半の選択権をチョイスしました。風がありますんでね、逆にどちらをというのもあるんですが、うん、陣地を取りに行ったという形になるんでしょうか。そうですよね、日本体育大学がレシーブ、立教大学は風上側、画面左側の陣地を取りました。立教大学ラッシャーズ対日本体育大学トライアントライも間もなく試合開始となります。さあ、両チームの選手がハドルを組みまして、試合開始前の間もなく試合開始になるところ。さあ、まずは両チームスターティングメンバーをご紹介していきましょう。白のジャージ立教大学がオフェンスライン75番の根岸、72番飯島、51番辰巳、70番坂根、67番三角、タイトエンドには88番水久保が入ります。ワイドレシーバー20番の鈴木、80番川本、フルバック21番の林、2番テイルバックの荒竹、そしてクォーターバックは3番若狭というのがオフェンススターティングメンバー。立教のディフェンスは54番の牛山、93番の岡、94番の高野、90番の福島、ラインバッカー41番田辺、50番小川、59番石崎、ディフェンスバックに8番森上、26番小原、14番鈴木、そして22番若林と入ります。さあ、対しますブルーのジャージの日本体育大学、オフェンスは72番の井上、67番秋山、70番峰尾、75番松村、71番佐藤というオフェンスライン。クォーターバックは11番の小林、ワイドレシーバーに84番徳永、15番日高、86番久保木と入ります。ランニングバックに3番の井本、タイトエンドが98番の藤本と入っています。日本体育大学のディフェンスはディフェンスラインが55番高橋、90番石川、58番ビスカルド、99番馬場のディフェンスライン。ラインバックは5番斉藤、57番友松、6番森谷、ディフェンスバック20番浅井奈、21番竹内、18番文原、そして16番石口と入っています。さあ、白のジャージ立教大学、風上からのキックオフ、98番の吉田がキックボールを構えセットしまして構えます。さあ、風上からのキックオフ、軽く蹴ったように見えますが、それでもエンドゾーンを越えていきます。完全にタッチバックですよね。はい、日本体育大学自陣25ヤード地点から前半最初の攻撃ということになります。さあ、ブルーのジャージ日本体育大学、
さあ日本体育大学の最初の攻撃、先ほどご紹介しましたが先発クォーターバックは4番の中村のようですね。ワンバック体系、3番の井本にボールを渡します。そうですね、Sランニングバックの日体の井本君3番が左のオフガード付近につきましたけどね、はい、まあ、ほとんど原因はないかっていう感じですかね。はい、立教大学のディフェンスラインキャプテンの90番福島が割っていきました。第2弾ファーストダウンまでは10ヤード、日本体育大学のセカンドダウンに変わります。さあここでクォーターバックが11番の小林に変わっています。諸本にトス、右サイドを上がる、30ヤードの手前あたりまで、そうですね、左側のインサイドレシーバーに入ってた10番の諸本君が右側へスイープして、はい、モーションしていってそのままトスでもらってオープンをついたプレーですね、はい、5ヤードぐらいはゲインはしてますかね。第3ダウンファーストダウンまでは5ヤード、6ヤードぐらいゲインですかね。そうですね、少し5ヤードというよりは前に出てるかと思いますが、4に直りましたね、スコアボードも、はい、サーダン残り4ヤード、レシーバー左右に2人ずつ置いて第3弾、おっと立教はプレッシャーをかけに行こうという構えを見せていますが、そこを見てから小林が早いタイミング右サイドへ取らせて上がる、15番の日高が右サイドファーストダウン取ってきました。そうですね、15番のエースレシーバーですよね、はい、日体大のワイドレシーバー日高君への右のスクリーンクイックスクリーンパスですよね、はい、ランアフターキャッチを狙ったプレー見事に成功してファーストダウン更新ですね。10ヤード進んで自陣41ヤード地点から日本体育大学新たに4回の攻撃権ファーストダウンを取っています。さあここでまたクォーターバックに4番の中村を入れました。レシーバーは左右に2人ずつ、左サイドリバースだ、かわして前へ出れるか、はい、左のセットバックに入ってた井本君の、はい、右のセットバックに入ってた井本君のトスプレーから、はい、84番ワイドレシーバーの徳永君へのリバースプレーでしたね、はい、右方向から左方向のオープンをずっと走ってきましたが、これもほぼノーゲインですよね、はい、右へ左へとこう、ね、時間は使ったんですが前に出ることはできませんでした、はい、でもなかなか面白いプレーでしたよね、はい、序盤からこういうプレー入れてきました、はい、日本体育大学。さあセカンドダウン今度は井本がクォーターバックの位置に入っていて、そうですね、そっからだったんですが35番のランニングバック、はい、山本へのオフタックルプレーでしたかね、はい、野本君がワイドキャットですかね、はい、ランニングバックがクォーターバックの位置に入る、ただこれは大きくロスですよね、はい、5ヤード4ヤードぐらいのロスになりましたかね。これも福島90番と54番でしたかね、牛山側でしたか、牛山がいいディフェンスをしてますよね、はい、まあ、牛山があまり大きくはないんですけど横には大きいですけどね、はい、そうですね、なかなかあの強そうなディフェンスラインですよね、はい、重たいという感じでこの今手をつく選手が3人のうちの1人なんですが、シャベルパス今入ってましたね、今ちょうどその54番の牛山君のところにシャベルパス来たんですけどね、はい、あわやインターセプトしてそのまま今取れればタッチダウンっていう感じのプレーでしたけどね、まあ、思わぬところでボールが来たという感じですよね、はい、牛山にしてみると牛山君にしても投げられた本人もびっくりって感じでしたね、はい、今、まあ中村としてはクォーターバックの中村としてはこうかわし脇を、ね、抜くような形で投げたかったんでしょうが牛山に当たりましてパス不成功、立教のレシーバーずいぶん下がってますけど、す、ね、あんな飛ばないですけどね、この数だと逆を意識してこう、ね、関根が低いパントを蹴っていきました、20ヤードの手前、はい、関根君なかなかいいパントになりましたね、はい、4回の攻撃終了、日本体育大学最初の攻撃はパントに終わりました。もう関根君もこの数分かってますからね、はい、今わざと低いボールを蹴りましたよね、はい、まあ、ブロックされないところを、ね、狙ってこう隙間を蹴っていった、はい、狙って蹴っていっています。自陣21ヤードから立教大学前半最初の攻撃開始です。ファーストダウン点
外側も一緒に構えます。クォーターバックは3番の若さ、パスを通した。ワイドレシーバー10番の鈴木オリバーリオに、はい、ミドルインのパスですね、はい、通しましたね。これでまたファーストダウン更新ですね、はい、パスでファーストダウン取ってきました、ね、そうですね。日体大の方はファーストシリーズプランとパスうまく織り交ぜて攻めていこうっていうあれが見えましたけどね、はい、立教の方はもういきなりパスから来ましたね、はい、そしてセカンドダウン、今福島がキャプテン福島90番がディフェンスライン入っています。そしてその後ろ2番の荒崎がかわして左サイド抜けていく、抜けていく、20ヤード付近まで持ってきました。ロングゲイン、まあ、荒田君のも中央からのプレーなんですけどね、はい、抜けた後が非常に荒田君らしくチェンジオブペースうまく使ってタックルをかわしてロングゲインになりましたね、はい、こうタックルされそうになった時にこう 1回、はい、1回転スピンをかけてかわして相手のレッドゾーンの20ヤードまでちょうど持ってきましたね、はい、一気に敵陣20ヤードまで持ってきました。立教大学ファーストダウン。さあ今も一番奥のタイトエンド90番の福島がいるようですが、荒竹に持たせています。あ、これも同じようなプレーでしたね、はい、荒竹君のインサイドゾーンのプレーですね、はい、右のセットから左側へちょっと入っていったプレーなんですけど、これも5ヤード近いゲインはしましたかね、はい。さあ第2ダウンに変わります。立教大学ファーストダウンまでは残り6ヤード。今度はアイフォーメーション、右サイドへトス、荒竹がここは捕まえました、ね、日本体育大学21番の竹内が止めています。アイフォーメーションから右テールバックの荒竹君へ右側のトスプレーでしたけどね、はい、スピードで抜けようというプレーでしたけど、日体大の上がりは早かったですね、はい、コーナーバックとラインバッカーですかね、はい、第3ダウンで残り4ヤード。今度はショットガンフォーメーションで構えます。レシーバーは左右に2人ずつ。あ、若さが自分で行く真ん中、ファーストダウンにはちょっと足りないか、うん、そうですね。ツーバーツー体系から左のワイドレシーバー、はい、インサイドレシーバーに入ってた10番の鈴木玲央君を多分狙ったプレーだと思うんですけど、はい、ちょうどカバーされてましたので、はい、若狭君が今中央のスクランブルに出ましたよね、はい、これででも1ヤードぐらい足りないですかね、ファーストダウンまでは。そうです。ただまだ3番の若狭はフィールドの中残っています、はい。第4ダウン残り1ヤード、ギャンブルでしょうね。ギャンブルですよね。アイフォーメーションですね。アイフォーメーションです。右のブロッカーの位置に牛山がいます。そしてその前は福島、若狭が自分で真ん中抜けた、若狭来ましたね、はい、若狭君そのまま持ち込んでタッチダウンですね、まあ、真ん中開きましたね、はい、今右のオプションプレーみたいな感じになりましたかね、はい、オフガードちょうどオフタックルぐらい、オフタックルまでいかないかね、はい、オフガードぐらいですかねの穴を見つけて若狭君がそのまま走り込んでエンドゾーンを2円まで走り込んでタッチダウンですね、はい、右のタイトエンドに90番の福島、そしてその斜め後ろにこう50番の牛山というね、はい、重たい選手を2人置いてその外へ行くよと見せてうちのプレーでした、まあ、あの体型捉えると完全にオープン狙ってるっていうふうに、はい、ディフェンスの方は思いますよね。キックも決めて立教大学が最初の攻撃7点を先制しました。ギャンブルから若狭が11ヤードのタッチダウン、お見事でしたね、はい、この攻撃は。このシリーズもファーストシリーズですけどね、はい、パス鈴木選手へのパスから入り、はい、その後はこうランランランと、はい、そうですね、はい、ロングランもありましたけど、はい、まあ、6プレーでワンタッチダウン取りましたから ね、はい、そうですね。もう練りに練ってきたファーストシリーズでしょうね、はい、これは立教の今日のゲームのための、はい。